SU-122 から54はソビエト連邦の自走砲である。ソビエト連邦軍が SU-100 の後継として開発した対戦車自走砲で、西側諸国ではかつて IT-122 と呼称されていた。第二次世界大戦時の T-34、85、中戦車に対する SU-100 と同様のコンセプトで大戦後主力戦車となった。 T-54 の車体をベースに固定式戦闘室を設け、より大口径な手法を搭載したものである。1954年より少数が生産されて配備されたが、配備部隊と運用状況については資料が少なく、現在でも不明点が多い。遅くとも1970年代前半には退役し、大半は戦車回収車に改造されて、 支援車両として運用された。それらのうち、戦闘工兵車に転用された車両は2000年代でも少数が使用されている。1949年より、オブイエークト600の名称で開発され、途中で、仕様の変更や開発、生産工場の選定などの混乱もあったものの、1950年には、試作車が完成、1951年6月から8月に、 かけて試験が行われた。この際に発覚した問題点は1951年中に解決され、翌1952年6から7月には量産仕様の最終試作車が完成、納入され、1954年3月15日には大規模生産の開始が決定された。しかし、手法となる 122mmM-49? の生産が遅延したために供給が遅れたこと、まずは戦車型である T-54 の生産を最優先とすると決定されたことから生産がはかどらず、1954年から1956年にかけて小規模に生産されたのみで最終的に完成した車両は約77両に止まった。1954年から1956年にかけて 少数が生産されて、戦車駆蓄連隊や旅団に配備されたとされるが、実際の配備部隊や運用状況は定かではない。その後、1960年代後半から1970年代前半かけて、前線部隊から引き上げられたとみられ、大多数は武装を撤去して、戦車回収車に改造された後、新衛戦車師団に再配備されて、支援車両として運用された。 主砲を T-1010 戦車と同じ 122mmM-62 戦車お及びオブイエクト270-90戦車他に搭載されていた 130mmM-65 戦車砲に換装する計画があったとされているが実際に搭載された車両が製作されたかについては不明である。戦闘室は ISU-152 ISU-122 に類似した六角形のもので、前面と側面前半部には大きな傾斜が付けられた、左傾斜の高いものとなっている。車体前面及び側面の走行圧はそれぞれ 100mm、80mm である。ソビエト軍の戦闘車両では通常操縦席は左側か中央にあるが、本社では操縦席は右側に配置されている。 車体は基本的に T-54 と同一だが、各天輪の間隔は T-54 とは異なっている。手法はペトロフ砲兵設計局で新規開発された 122mm 戦車砲 M-49S で、搭載砲弾数は35発、戦闘室正面中央の半球状砲が2装備され、上下方向のほか左右方向にも、 限定的ながら試行することができた。副武装には、棒を縦右側に、主砲同軸一丁、戦闘室上部左側の装填手ハッ地にある、電動式機銃下に一丁の計二丁の k p v t 1 4 5ト、mm、ル重機関銃を装備し、搭載弾薬は600発であった。また、社長用キューポラには、ソビエトの自走砲では初めて、 ステレオレンジファインダー式の測りテラシギを装備し、ソビエト軍車両としては、異例の長距離高精度射撃能力を備えている。アップ分布 RU-5-610 JPG 装甲砲兵観測者型。各種射撃観測機材と無線機を増設している。手砲を搭載せず 14.5mm 機関銃のみを装備し、機銃は短いダミー方針で覆われている。 1955年に2両の試作車が完成し、実用試験を受けたが、量産はなされなかった。BTS-600RU-5-600.jpg 戦車回収車型。武装を撤去し、ウィンチや、釣り上げ能力3トンの小型ブーム式クレーン、ケイング等各種の回収機材を搭載したもの。潜水と可能力を持ち、車体上面には、 登場の折りたたみ式種ノーケルを備える。1971年に試作者一両が既存の SU-122 から54より改装されて、製作され、1971年11月から1972年まで実用試験が行われたが、能力不足であるとして、採用はなされず、量産も行われなかった。m t p 3 r u 3 JPG 戦車回収者型。武装を撤去し、各種の回収機材と発電機を搭載したもの。BTS-600 とは異なり潜水とか、能力はなく、カニングタワーを装備していない。クレーンは、組み立て式のものが装備されている。前線部隊から引き上げられた SU-122 から54を改装したもので T-54、55、および、 T-62 を装備する部隊に支援車両として装備され、後には T-64 を装備する部隊でも支援車両として用いられた。戦車部隊のほか装甲公平部隊でも装甲公平支援車として用いられている。BMR-1986 年にアフガニスタン紛争の戦訓により開発された戦闘公平車、車体前方に 自来処理装置を装着する MTP-3 を改装したもので車体上面には BTR-60 装輪装甲車の銃刀が搭載されているトップ特殊トラクター型はの略で日本語に直訳するとパレード供給トラクターといった意味であるモスクワの赤の広場で開催される軍事パレードを支援する目的で開発された車両で MTP-3 と同様に武装が撤去されている。クレーンは装備されておらず、牽引機能のみを有し、車体前、後面の牽引フックが増設されている。軍事パレード専用という車両の性格から、車体各部の白い縁取りや、国章のエンブレムといった特別塗装が常に施された状態で管理されていた。1960年代後期に7両が、 SU-122 から54から改装されて、製作され、赤の広場での軍事パレードを管理、支援する部隊のみに配備された。ソビエト崩壊後は、赤の広場以外での軍事パレードでも運用されるようになったが、1995年5月に開催された軍事パレードを最後に公式な場で目撃されておらず、この年を最後に退役したと見られている。 ウォーシンガーランク後、ソ連駆逐戦車ツリーにて開発可能。ワールドオブタンクスかつてはソビエト連邦軍駆逐戦車 SU-122-54 として開発可能だったが、現在は削除され使用できない。ありがとうございます。